こんにちは。今日はイベントのお知らせです。と言いましても、はい、玉木新芽のイベントじゃないです。なんなん？西脇の高校生2人、はい、お父さんも高校生かな、はい、兄弟2人が企画した。兄弟なんこれ、うん、フェスのご紹介です。はい。じゃん！クリエイト・ザ・フューチャーフェス2023。私たちは世界を変えられるというテーマで、西脇市赤根ヶ丘複合施設未来へ多目的ホールで行われます。初めてなんだって。あ、なんか私たちは世界を変えられるって、なんかうちに近いな。そうなの。え、高校生でこんなんできてまうのというのを、企画書を見たときにびっくりしてて、うん。それは言ってたよね、さっきなんか企画から、うん、全部自分らでこう。そう。あの、こういうアポイントから、こういう協賛のお願いから、す、う、べ、ん、てその高校で二人でやったんだって。うん、へぇ。高校生のお名前は？お名前は、はい、すいません。で、ボランティア募集って書いてあるよ。ファッションショー出演者募集中っていうので、この企画を、はい。あの、持ってこられたから、私はすごい民族衣装着付け体験っていうのにすごく、いいじゃんってなって、うん、実際に来てみたいっていうことで参加することにしました。だから なんて読むやろ、あやなさんと、うん、13時から民族衣装ファッションショーがあるんですけども、そちらに出ます。お名前はこちら、坂井くん、漢字読めません。モデルすんの？モデルするんだって。S モード以来じゃない。まあ、じゃん。どんなショーなのかわからないですけど、ただ民族衣装、いろいろ15カ国以上の民族衣装があるんだって。それに興味津々なんで、私は参加させてもらいます。てか民族衣装といえば、お前さ、はい、向こう所のさ、はい、卒業制作さ、最後の制作、民族衣装やったやん。そうですよ。なので、懐かしいなと思いながら。はい、そうなんです。で、いろんな体験、他にもあります。ベトナムの遊び、フィリピンの遊び、ミニランタンフェスとか、ステージイベント、工作コーナー、パネル展示など、なんかすごいありとあらゆることをね、企画してね、うん、ちゃんと。あれやな、うちのスタッフもイベントの勉強させてもらわなきゃいけない。いやー、すごいなと思って。協賛前だって高校生でこれってどういうことみたいな、うん。これからどうなっていくんでしょう。ただね、はい、話を聞いたらね、うん、やっぱりいろんな社会活動家の方とかのフェスに参加したんだって。うん、親と一緒になるのかな。その時に、いくら行っても、うん、世の中が変わるわけじゃないじゃない。うん、具体的にね、うん。で、それでなんか相談したら、うん、じゃあ自分でフェスをやってみたらどうっていうアドバイスを受けたんだって。でもそのやってみたらどうって言われることはあったとしても、うん、実際さ、じゃあ やろうってなる人ってめっちゃ少なくない？あの、やりたくてもできる人が少ないのよ。うん、もう段取りから電話でアポイント取って、うん、もうこれだってね、聞いて、高校生主催ではもう西脇市教育委員会、高町教育委員会も講演してますからね。これちゃんともう自分で行ってオファーかけて講演いただいて。で、協力 NPO 法人、国連 WFP 協会、日本国際飢餓対策機構とか、わかります？三菱広報委員会、もう読まれへん。こういういっぱいの人たちに、うん、自分たちからちゃんとメールだったり電話でアポイント取って。多分これな、こんなこと言うの恥ずかしいけど言っていい。そんなことできたんだって。恥ずかしいことどうする？こんなこと言うの、こんなこと言っていいかわからない、はい、言っていい。うちのスタッフよりできるかも。違う。すごいなと思って。私、橋本くんが言ったもん。あの、今撮ってる橋本くんは、僕より上ですよって。いやいや、でもね、ほんとすごい。なんか、大人としても、応援したいなって、純粋に思いましたので、はい、私は、できることからということで、民族衣装を着させてもらって、ファッションショーに出ることにしましたので、はい、皆さんもいろんな意味で協力お願いします。ボランティアも募集中です。これって西脇に関わらず、はい、今、LINE 例えば見てくれる人とかいるやん。うんうん、もうどの地域から来てくれるわけ。関係ないですよ。どこでも関係ないです。ボランティアやから。世の中を変えるんですか。私たちは世界を変えられるという。誰でも。じゃあ私たちは世界を変えられると思っている方、ぜひ参加してください。はい。待っててねー。はーい。じゃねー。バイバイ。バイバーイ。